さて、ここから先が悪魔回廊だと思うんですが、あなたはどうなんですか？強すぎますか？これは、そうか、これが噂の悪魔の回廊とやらか。あれは？なになになに？え、ユニコ！う、あ、ちっせわの焼ける。助けて、助けて。優しすぎるよ。ドルー。大丈夫、ユニコ。よし、少し血の気が戻ってきたか。放っておけばじきに目を覚ますだろう。ユニカトバ、サウル団長の娘か。ここで会ったのも何かの縁ということか。トールはグレンの体験を取り出した。あ、これでマジ、まあ、力は吸ってるから現物に興味はないというか、持ってなくてもっていう感じなんかな。本当は授かった力ごと返すべきなのだろうが、悪魔の回廊、外から吹きつける風を人を狂わせる音に変化させて回廊を満たす仕掛けか。あ、まさかあそこまでの悪趣味な代物だったとはな。ふむ、魔人化すればなんとか通り抜けられるだろうが、待てよ、銀のハーモニカ、音そのものを何かで打ち消せれば、あるいは例えばあの調べのようなレアの聞いてたんか。やめておこうやめるんすか。不調法の俺にあんなゲートができるものか。だよね、なんかユニコーンもさ、なんか何気に吹いてたけどさ、私もあのゼルダの伝説時のオカリエナのさ、あのオカリナに憧れてさ、あのハーモニカをちょっとやってみた民なんですけどなかなか難しくない？魔人化すればある程度はあの音にも耐えられるはず。気合を入れて突破するしかなさそうだ。気合かーい気合でいくんかーい。ユニカは気を失っている。これは特に何もなさそう。気合いか、気合いね。とりあえずあのルーのところには行こう、このまま。いや、気合いじゃ無理だって。気合いは無理よ。あ、でも多少他の二人よりは HP の減り少ないかも。で、ドロダの実をあげます。どうやらあの回廊のせいで動けなくなったようだな。ふむ、なんとかしてやりたいところだが、なんとかしてあげようよ。自分は大丈夫だけど人のために頑張る系トールさんどうですか。安らぎの指輪。ほう、これは技による消耗を抑える魔法具か。はあ、これがあれば雷槍の技で魔物から体力を奪いやすくなる。ありがたく受け取っておくぞ。あー、そういうこと。赤い敵がさ、多分倒せば自分の力になる、バーストしやすくなるっていうことになるのかな。落ち着いた水色の指輪、はめられた宝玉の淡い光が着用者の魔力の消耗を和らげる。なるほど。これ減ってない。でも今やっていい意味あることなんだ。でもこの先さ、そもそもこの敵を倒しておかないとスキル使うの絶対。扉が開かないんだよね。あ、これでさらにマジで力技だな でもこの曲、悪魔の回廊のこの曲をずっと聴くことってあんまりないから、
助かるっちゃ助かる。とかバーストの減る時間が短くなるのか。え、これで開かないだと開かないよ。あれなんかスルーした。あ、下の方にいるんか。やばいな、HP が。こんな曲なんだ。だんだん危機迫る感じだね。このまま上行けるかな。回復した方がいい？いや、厳しそうだ。厳しいな、厳しい。上にクレリアの種があったはずなんだよね。クレリアの種じゃない。クレリア湖。自分でやって力を奪って鍵詰めを強化した。さあ力技の。よし、ここで執着。すごいな、本当に力技でした。そういえばこれが貯められるようになった。あー、前じゃなくて完全に上用か。これ宝箱を取るために4つの食材を灯したところですね。すべての食材に火を灯すことで解除される結界か。うん、手間を取らせてくれる。はい、カイマのメダル。ではカイマのメダルを使って中に入ります。よし、やっていこう。何がいいかな、何がいいあ、取れた、早っ。また階層入らない。ま、待って、ユニカかな。さっき助けて気がついたの。お前は、あ、あの、ありがとう、危ないところを助けてくれて。それに父さんの剣を返してくれて。ソウルがやったって分かったな。何の話か分からんな。どうして俺が敵であるお前を助けなくてはならない。だって運んでもらった時のことを夢うつつだけど覚えてたから。あれは絶対にあなただった。大方夢でも見たのだろう。話がそれだけなら行くぞ。ま、待って、あなたのことお父さんから聞いたことがある。いつか騎士団を背負って立つ最も信頼できる部下の一人だって。お父さんを殺したのも騎士ガルって人みたいだし。ごめんなさい、勘違いして襲いかかったりして。ユニカまっすぐだね。くく、悠長なことだ。そもそも俺とお前は敵同士。お前の父親にしたところで俺が見殺しにしたようなものだ。謝る筋合いなどどこにある。でもそのような甘さだから死にそうな目にあったりする。これに懲りたらおとなしく。待て、どうしてお前がここにいる。え、あー、そっかそっか、悪魔の回廊を通ってきたっていうことか。え、悪魔の回廊を越えない限りここまで来るのは不可能なはず。しかも銀のハーモニカね、トールが持ってるし。まあ、ユーゴがハンマーで音を止めたっていうルートもある。どうやってあれを突破したのだ。それはあんたの弟が仕掛けを解除してくれたからよ。お、カネラさんだけ。カデナさん、お前か。久しぶりね、トール。顔を合わせるたびごたごたしてたから改めて挨拶させてもらうわ。ふ、律儀なことだ。しかしあいつが仕掛けを解除したというのは本当なのか。ええ、外回廊にある通風口を壊すことで働きを封じたみたい。もうすでにあの回廊は普通に通れるようになってるわ。さすがファクト家の継承者様といったところかしら。そうかちょっと嬉しそうな顔するんよな。そういうところ全然変わらないのね。何のことだ。決まってるじゃない、
弟のことを褒めたら嬉しそうな顔するってところよ。やっぱりあの顔は嬉しそうな顔してますよね。はーい隠しきれてないんですねその顔を見られただけでもわざわざ来た甲斐があったわ。それじゃユニカ、そろそろ戻りましょうか。あなたたちの拠点どこなんすか。ちょっと待て、お前たち何、一体何をしに。だから再会の挨拶をしに来ただけよ。この子の方はお礼と謝罪。何か文句でもある？いや。そういえば適当なことを他の連中に言ってるみたいね。女神たちを好きにするとか、イースの血を支配するとか。言っておくけど、あんたが本気でそんなことを考えてるなんて誰も信じちゃいないわよ。いやーなんかそうよね、昔からそのトーロっていう人を分かってるからこそなんか今も信じられてるっていうことよね。まあそうは言っても昔からあんたは不器用だからね。この木に及んで戻ってこいなんて言うつもりはないわ。でもまあ気が向いたら頼ってちょうだい。ペコリペコリかわいい。いいなカデナ先輩。てんてんてん、くく、まったく、なんたる無様だ。まあいい、不器用なりに選んだ道、今はこのまま突き進むのみだ。いいな、トール。あ、階層入るのでは。金のハーモニカの音色がする。聞かせてもらった時の階層なんかな。すごいな、毎回階層入るのすごいな。吹けばいいのに、金のハーモニカ持ってるじゃん。あ、でもレア様に返すんだからね、吹くっていうのもねあ、拍手の音。いやー、レアとの思い出だトール、フィーナからここにいると聞いた。こんな時間に非常識とは思ったんだが、ふふ、いいのです。今宵はおそらくみんな眠れないでしょうから。確かに。儀式は明朝からだったか。ええ、すでに六神官が準備を始めてくれています。明日の夕暮れには無事終わってくれるでしょう。そうか。ふふ、でも心配ではないのですか。こんな大それた儀式を私のような半人前の女神が成功させられるものなのかと。はは、半人前と言ったのは謝る。不思議だな、今の君を見ていると全く不安を感じないんだ。これも人徳、いや人徳といったところかな調子いいんですから。私も不思議と落ち着いています。多分このハーモニカのおかげでしょうね。そうか、そう言ってくれると送った甲斐があるというものだ。マジマジ、まさかの銀のハーモニカ。わしらがずっとずっと見てきた銀のハーモニカ、トールが送ったものだったんだ。ひーなるほどな。うわうわ、マジか。うわ、名称ザレムが手掛けたクレリア製のハーモニカ。ザレムってどっかで聞かなかったっけ。いや、多分初出かな。多分初出。このご時世、随分と無理はしたのではなありませんか。あは、気にしないでくれ。神殿騎士の宝球も使うあてがないことだし。それに、どうしたのですか。いや、なんでもない。それよりも、もう一度ハーモニカを聴かせてもらえないだろうか。さっきは最初の方を少し聞きそびれてしまった。ふふ、お安いご用です。それでは。いやー、マジか。トールが送ったものか。なんかさ、イース1でさ、紙切れがあって、レアの。それになんか詩が書かれてたんだけど、
その詩ってオリジンで拾ってくれるんかな。団長、お待たせしました。何、構わんさ。それよりも今更だが、本当に考え直す気はないか。ついていくっていうことに関して、いくら団長でも一人というのは無謀すぎます。その決意、俺に知られたことを運の尽きだと思ってください。だがお前は若い、イースの未来を背負って立つべき人間だ。そのようなものをシチに向かわせるわけには。その未来を開くためです。魔物の群生はすぐそこまで迫っています。儀式が完了するまでの間、騎士や魔導士たちが時間を稼ぐのも限界がある。団長のお考えの通り、敵の真っ只の中で打って出て撹乱する必要があるでしょう。ガレオンには悪いことをしました。同じ副長なのに。あ、副長って二人いるんだ。俺だけが団長のお供をさせてもらうのですから。激怒する顔が今から目に浮かぶようですそうだな、せいぜい生き延びて土下座して謝るがいい。友人や弟子、そしてレア様たちにもな。そうですね。でもそれは団長だって同じことでしょう。今から娘さんへの謝罪を考えておいた方がいいのでは。とっくに考えてるさ。さて、夜明けまであと数刻ほどだ。そろそろ行くとするか。は、冗談でもあるかもしれないけど、一応帰る気ではいるよね、そりゃね。トールさん、階層が良すぎるよはい、モクサの領域やってきます。ほい、金のブレスレットを手に入れ、二段ジャンプができるようになりました。やったー。まあ、ジャンプジャンプ効果中の攻撃があるっていう感じかな。しゃあ、さあ、ルーがいますので、ルーにロザの実をあげます。こんなところで何してるんだか。デモングリーブ、もう結構後半そうなあれだけど、すまんな、ありがたく使わせてもらうぞ。どういたしまして。バンデットブーツって読んだっけ。さまざまな素材からなる蛮族の、あ、読んだわ。デモングリーブ、イニシエの時代に伝われ作られた赤銅色の速攻、爪足じゃない、爪先が流砂による束縛を解く。これで少しは歩きやすくなるかしら。さあ、ここってレア様と会う場所じゃないっけ。いよいよ、いよいよですね。なんかさ、最初の頃はさ、普通にレア様と会うみたいな、女神を捕らえるんだっていう気でいたけど、もうなんだろうな過去回想見ちゃってさ、もうそれどころじゃないんですよね。ふん、待ち伏せか。いいだろう、倒れて糧となるがいい。いや、これが倒れないんですよ。ご存知ですか。あの捕らえられたらさ、なかなか復帰しづらいんだよな。うん、なんだこいつらは。いくら倒しても魔力が吸収できない。まさか。ち、厄介な。ダレスどもが放った不死の魔物というわけか。キーン。おう。これは？ふふ、なんとかなりましたね。もう、あっとか言っちゃう。あっって言っちゃうんだ。いやー、うわ、背中ー、背中ー。久しぶりですね、トール。あの夜以来でしょうか。ああ、レア、ようやく見つけたぞ。自分から現れてくれるとは、手間が省けるというものだ。私もあなたに会えればと思っていました。一言文句を言わなければ気が済まなかったので。も、文句。ああ、フィーナを捕らえたことか。いいえ、あの日、あの夜、あなたが何の事情も話さずに地上に残ったことについてです。それは、
儀式が成功し神殿が浮上してからサウル殿とあなたの話を聞いて、私とフィーナがどれだけ悲しみ傷ついたのかあなたには想像もできないでしょうね。大切な友人が一言も相談してくれないまま帰らぬ人となってしまって、私たちを友人と言ってくれたのは所詮偽りだったのかと。違う、君たちを大切に思っていたからこそ言っちゃった相変わらず不器用ですね。この程度の演技に簡単に引っかかってくれるんですから今更というものだ。今の俺は魔を受け入れ、君の妹を捕らえた裏切り者に過ぎん。君と黒真珠もここで見逃すつもりもない。おとなしく捕まってもらおうか。それはできません。あなたをこのまま死なせたくありませんからな。やはりそうだったのですね。本当に不器用な人。やっぱ自分の命は代償になっちゃうのかな。バカバカしい。俺が死ぬつもりだと。どうしてそんなことが。魔の根源を消滅させるためですね。あ、そこまで行く？そこまで行くんだ。そうだよね。この二人が魔の根源をやっちゃったら、その眠りについちゃうから、そうなるんだったら自分が犠牲になってでもっていうこと。魔の根源は本体たる黒真珠を破壊しなければ消滅させることはできません。しかしこの黒真珠は神代に作られた至宝。人の力、いえ神の力ですら破壊することは極めて困難です。へえ。ですが究極の魔なら、魔を取り込み続けて魔の根源と一体化すれば、そうすれば黒真珠とて破壊できるでしょう。そこまで考えてたんだトール。ですがそれは自殺行為以外の何者でもありません。魔の根源と一体化した状態で黒真珠を破壊する、それは自らを破壊するのと同じことを意味するのですから。すごい顔してるよトール。くく、バカバカしい。見るがいい、このおぞましき姿を。あの日君と言葉を交わしたトールファクトという男はすでに死んだ。今の俺が望むのは究極の力を手に入れることでイースを支配すること。魔の根源の消滅など願っているはずが。ねえ、もう泣きそう無理しないでください。その姿になって理性を保ち続けるのはとてつもなく苦しいはずです。かつてあなたは私にこう言いました。半人前が完璧であろうと無理をしても決していい結果にはならない。時には己の未熟を認め、他人に頼ることも必要だろう。あなたは決して半人前でも未熟でもありませんが、それでも私たちの目には他人に頼ろうともせずに無理をしているようにしか見えません。ならば君たちはどうやって魔の根源を黒真珠に封じるつもりだ。魔を受け入れた時、俺は魔の根源というのがどのようなものであるかを知った。いや、感じたと言うべきか。魔を無限に生み出し続けるおぞましくも美しき混沌の炎、それが簡単に制御できるのなら君たちはとっくにやっていたはずだ。数年前、初めて魔物が現れた頃にでも。ならば今君たちは一体何をしようとしている。そもそもどうして二人だけで地上に降りてきた。何か隠された事情があるのではないか。ごめんなさい、あなたにだけは話したくありません。
それは勝手だよね。いやー、うわー、うー、苦しい。あ、いつかいただいたハーモニカのお返しです。お守りに持っていてください。レア、私たちが魔の根源を封じられれば最悪の危機は防げるでしょう。そしてあなたも魔から解放されるはず。どうか無理をしないで私たちに任せてください。任せられないから頑張ってるんじゃないの。任せられないっていうか失いたくないんだよ。そうさせたくないっていうかね。何が死なせたくないだ。自分の方こそどうでもなったような、どうなってもいいような目をして。あ、そうだ、返してない。どうやら彼女たちは何かを隠している。なんたる迂闊、どうして今まで気がつけなかった。今一度フィーナから話を聞いてみよう。魔の根源をどうやって封じるのか、どうして二人だけで地上に降りてきたのか。よし、このままラドの塔に向かうぞ。ああ、今一瞬、そういえば全然誰とも話してないけどって思ったけど、今から行くところがラドの塔だもんね。相変わらず誰もいないんだよね。あ、しまった、ここで戻ったら大変。なんで女神像があるところで来なかったのか。いや、やっぱなんもないよね。お話しする人いないんだよな。